はい、皆さんこんにちは、仏のジーザスです。週刊仏のジーザス、今週も見てくれてありがとうございます。今週はですね、ブルースソロですね。ブルースソロを進化させよう、コードトーン編簡単解説っていうのをやりたいんですよ。これちょっとシリーズでやっていきたいんですけども、どういうことかというとですね、だいたいブルースソロを弾くときって、まあ基本となるのがマイナーペンタトニックスケールってやつ、もうギタリストならですね、最初に覚えるスケールかなと思うんですけども、これがまあメインの、まあ、こういうやつですね。こういうやつですね。まあ最初に覚えるべき、スケールかなとは思うんですけども、ブルースやロックをやるときは、でまあこれだけでも全然ブルースソロは弾けるんですけども、進化させよう、もっとさらにたくさんのことが音が使えるんですよ。この5ブルース、ペンタトニックスケールというのは5個なんですけども、もちろんこれ以外にもたくさんの音がこの世界には存在します。ガンガン使えるんですよ。でも使い方っていうのがそれがそれぞれ何ていうね、特徴があるんですね。でそれをまあ今回こういうシリーズでどんどんあの解説できていったら、ペンタトニックスケールにいろんな技を組み立てていって、もう自分だけのよりブルージーに自分のオリジナリティあふれるソロがやれるんじゃないかなと思いますので、これシリーズにしていきたいと思います。第1回目コードトーン編簡単解説、よかったらぜひ。これ本当に知るだけで、あのすごくあのブルース層の幅が一気に広がると思いますので、よかったらぜひ最後までお付き合いください。じゃあ早速解説の前に、仏のジーザスとは何者かというのは、ブルースマンで全国でいろいろライブ活動をして自主制作で CD 作って販売しているものです。ですね、自分がどんなライブやってるかというのはですね、概要欄に、最近自分がギター解説しててその全てが入ってるかなっていうライブ動画ができましてですね、それをちょっと概要欄に貼っておきます。そして自分の CD なんかも、の解説も概要欄に書いてます。で自分のライブスケジュールなんかもですね、概要欄見ればわかる、ここ見てくださいみたいなのもありますので、よかったらぜひですね、皆さん見ていただけたら嬉しい限りです。じゃあ早速解説します。まずですね、 E の3コードブルース、 E7B7、 まあ EAB で、3コードブルースで今日は解説したいんですけども、 E でまず軸となるのがマイナーペンタトニックスケールですね。で、いろんなポジションで弾くマイナーペンタトニックスケール、いいのですね、あるんですけども、僕アコギで弾き語りブルースやってるので、まあやっぱ軸になるのがですね、これ意外とここなんですよ。2弦5フレットをルートとしたこの周りのマイナーペンタトニックスケール、すなわち、まあ、ロイヤル証拠で言ってきます。3弦の4フレット、これが5の3弦4フレットで、2弦と1弦は3フレット1、5フレット、3フレット 5フレットですね。まず3弦4フレットが、これが5ので、2弦の3フレット、マイナー7と5フレット、これが軸です。ルートですね。ルート、E の音。で、1弦3フレット、これマイナーサードの音。ここがロックの音ですね。ちょっとこうやってチョーキングしたくなる音です。で、1弦の5フレット。ここもチョーキングしたくなる音ですね。で、あとは、こうずらして、以前やったあのブルーススケールの音ですね。一弦はちょっとチョーキングポイントかなと、チョーキングしなくてももちろんいいんですけども、こんな感じの軸になるのは2弦の5フレット、これが E の音です。で、それを軸にした5つのこれを足して、もう一回いきますよ。3弦4フレット、2弦の35、これが軸で、1弦の3で5、これがマイナーペンタトニックスケール E のですね。で、ここがまずこれだけで説明していきます。で、コードトーンって何かって言いますと、要はこれだけで E のブルースの A に行っても B に行っても、今のこれだけで全部弾けちゃうんですね。弾けちゃうんですけど、まあかっこよくもなるし弾けるんですけど、よりかっこよくするためにコードトーン、例えば A に行った時、A7 とか B7 に行った時とか、こういう時にちょっとそのこの5個にはないんだけど、 A に行った時にはちょっと A のコードトーンっていうのを足してあげるんですね。で B に行った時には B のコードトーンっていうのを足してあげるんですよ。どういうことかっていうのをこれから説明します。めちゃめちゃ簡単なので、しかも一気に幅が広がると思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。まず、まあ、これで E の時にさっき言ったマイナーメンタトリックスケールだけでまずはソロ弾いてみる。まだいいですよ。次 A 行ったとするって、今の音です。この音です。
またいいのを弾いたんですけど、今何の音を弾いたかっていうとここの音なんですけども、厳密に言うと、2弦の2フレットの音なんですよ。さっき2弦は3フレット5フレットって言ったんですけども、2フレットの音を足してみた。今 A に行った時に2弦の2フレットを足したんです。これ何の音かっていうと A っていう A7 でもいいんですけども A 音の構成音なんですよ。で A の3度の音なんですね。A をちょっとローコードで A をパンって弾いてみてください。こう弾いた時に2弦の2フレット押さえてるじゃないですか。これ A っていうコードの弾いた時の3弦がこうローコードで弾いた時の3弦がルート、4弦が5度、2弦が3度の音なんですよ。この3度の音をちょっと意識してコードを弾いた時にすごくね A に変わった感じがするんです。コードが変わった感じ。だからコードのなんていうの、ギターソロを弾きながらちょっとコードも意識してる感じでソロを弾けるっていう感じなんですね。なんかこう弾いた時に A 行った時に A のこの押さえてるポジションが見えてくるとこうソロに A のコードが見えてて、その中の一音どっか使ってみようかなっていう発想なんですよ。するとこれはさっき言った E のマイナーペンタトニックスケールの音じゃないんだけど、 A がな時に弾いてると A のコードトーンなので全然外れた音じゃないし、なおかつ A のコード感が出てくるんですね。ですごくそれを入れながらブルースこれに足していくとすごいなんかねコードが変わった感も出てきて、コードトーンを意識してやって弾いてるっていう時、あのモードの時はすごくいいかなと思うんですよ。でもう一回やってみていいかね。変わった感じしますね。で、いいね。で、今度は B にね。これ、今度何を弾いたかっていうと、2弦の4フレットなんですよ。これは今度は B を弾いたの。B をこう弾いたとき、押さえていますね。2弦の4フレット。これは、B の3度の音なんですよ。B っていうコードの3度の音。A のこれ、一緒ですね。これを B に弾いたときに、ちょっと入れてやるんですよ。感じで、まあ、今ちょっといろんな音を足してありましたけど、コードトーンってそういうことなんですよ。で、いわゆる基本のこのマイナーペンタトニック E でこれだけでも全部弾けるんですけども、B に行った時にこのここの E の2弦の5フレットから7フレット、まあ、1弦の2フレットと同じ音なんですけど、これは今度 B を弾いた時の5度の音なんですよ。これも、E の、マイナーペンタトニックスケールにはない音なんですけども、 B のコードトーンなので5度の音なので B を弾いた時の、これも混ぜたり B を言った時にここも足しちゃったりすると面白いんですよ。で例えばこれで A です。ここは A のコードトーンですね、3度で B いきます。ここですね、こっち、ここも足したりするとか、 B に行った時にこういう感じですね。で、コツはさりげなく使うこと。僕結構今解説のためにたくさん入れましたけど、たくさん使いすぎると本来持っているマイナーペンタの良さが少し薄まっちゃう感じがするので、僕はさりげなく使うのがかっこいいんじゃないかなと思います。まあもちろん自分の好きなように使ってみて、で発展させていくのが一番いいのかなと思います。よかったら、ぜひお使いください。今日も最後まで、見てくれてありがとうございました。ではまた来週。